6月17日に放送される読売テレビの大型音楽番組、サミオ東神放音祭、昼12時53分から午後5時、4時間7分の生放送、関西地区に出演するアーティスト20組以上が一挙に発表された。サミオ東神放音祭、当番組は、読売テレビの沢口美穂アナウンサーと佐藤香菜アナウンサーが進行を務め、ストークナビゲーターを海原康代智子、スペシャルサポーターを AA グループ、関西ジャニーズジュニア、中継ナビゲーターをニューヨークが担当、音楽でつながろう、を合言葉に、大阪に集い、魅力あふれる歌唱を披露する豪華アーティスト20組以上が発表。さらに、サミオとならではのスペシャルなコラボ企画も発表された。出演アーティスト発表 SP 企画も、サミオ東神放音祭に出演するのは、INI、AA グループ、関西ジャニーズジュニア、NMB48、岡崎体育、関西ジャニーズジュニアリル関西、ボーイズ B、アンビシャス、キューソネコカミ、ジョーワン、S**T キングズ、ジャニーズウエスト、スキャンダル、ライス、ザパンプ、西川貴則、乃木坂46、5期生、パフィー、B、ファースト、ビッシュ、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブ、松平健、ヤバイ T シャツ屋さん、50音順、VTR 歌唱を含む。そして6月16日に放送される、サミオ東前夜祭、深夜1時29分、深夜2時34分、関西地区には、アスミ、新しい学校のリーダーズ、オーサムシティクラブ、グランルーラー、シリオン、スリ、ドックスティーン、4848、マゼル、ユカが出演、50音順、VTR 歌唱を含む。またスペシャル企画として、安友が生放送で出演アーティストの素顔に迫るトーク企画、サミフォトも実施。出演アーティストが、関西と縁を感じる写真を披露し、関西での思い出やマル秘エピソードを語り尽くす。さらにスタジオだけでなく、関ジャニ8、なにわ男子、20、ミサモ、スワイス、ら4組のスペシャルアーティストがインタビュー出演。貴重なマル秘トークを繰り広げる、松平と AA グループの小島健の SP コラボも、時を超え、令和の今 SNS で大ブームとなっている松平の代表曲、松健サンバに、と、AA グループのリーダーである小島が自身のライブでも披露する、小島健サンバ、これまで交わることがなかった二人の、健による奇跡のコラボがついに実現する。ザパンプ、ケンゾー、シノビーの歌、振り付けを担当また、ザパンプ、ケンゾーが、シノビーの歌、の振り付けを担当。前人未到8年連続ダンス世界大会優勝、世界的ダンサーであるケンゾーが自ら熱望し、読売テレビの、社人、シノビーのテーマソング、シノビーの歌、のダンスを制作した。作詞、バカリズム×歌、酒中雄大、ノーベルブライト、×ダンス、ケンゾーという最強コラボがここに誕生、サミオ東神放音祭り、で、そのダンスをテレビ初披露。さらに公式 TikTok では、出演アーティストがそのダンスの一部を踊るショートムービーを投稿予定。番組公式 LINE ブーム開始昨年 TikTok で約250万回再生され大きな反響を得た番組オリジナルショート動画サミオ東チャレンジは LINE ブームのオリジナルエフェクト機能になって展開される神様にお祈りしサメに神疲れド派手な神型で踊って最後は神吹雪が舞う出演アーティストが様々な神に合わせてエフェクトに挑戦した動画を投稿そして、この他にもまだまだ、サミオ東ならではのスペシャルな企画を予定している。